ブス高速コースのアタックになった。フィーラー琉球タイムアウトです。これもやっぱりこうボールリバウンドに行かないと取れないので、これはみんなボールウォッチャーになっててここですから、やっぱり体をつけて飛ばせないっていうことをしないと、やっぱこういう風になりますよね。